皆さん、こんにちは。石破首相は4日、自らの政治姿勢や重点政策を訴える所信表明演説に臨みました。一方、野党側からは石破首相の過去の発言とのブレを指摘する声が相次いでいます。今回はブレとして指摘される一つである裏金、政治資金問題の今後と、過去に問題になった麻生太郎氏の事件について見ていきます。衆議院で行われていた石破氏の演説について、立憲民主党塩村参議院議員は、裏金議員の公認問題とかについて触れてないですよね、さらっと終わっていて、きちんと公認問題には触れていないところはやっぱりすごく気になります、と裏金議員への対応がブレていることを指摘しました。約30分の演説で触れられなかった公認問題、石破首相が総裁選への出馬を表明した8月には、裏金議員を公認するにふさわしいかどうか、我が自由民主党として国民にお願いするに足るかどうか、そういう基準は厳格に定めてやっていくべきものだと、と発言しています。しかし1ヶ月ほど経ち、首相に就任すると、選挙区でどれくらい支持をいただいているのか把握しながら、公認するか否か決定をいたしてまいります。公認に含みを持たせるなど、トーンダウンした印象を受けます。公認問題は今も調整が続いていますが、自民党執行部は裏金議員について比例代表での重複立候補は認めない案が浮上しているものの、基本的に公認する方向で検討しています。所信表明について立憲民主党野田代表は、近代まれに見るスカスカの所信表明じゃないですか、見事に現行不一致を示してますね、これはね、政治に対する信頼を本当に失墜させると思います、残念なことだと思います、と厳しく批判しています。またその後の総理大臣官邸での会見で記者団に対し、政治と金の問題で政治資金収支報告書に不記載があった議員を衆議院選挙で公認するかどうかについて、それについてはまだ何にも決まっていないと述べました。また旧安倍派の議員から聞き取りを行うのかと質問されたのに対しても、必要であればしたいと思っているが、現時点において何かが決まっているということはないと述べました。政治資金収支報告書に不記載があった議員を衆議院選挙で公認するかどうかについて、自民党の森山幹事長は、原則的なことを言えば当選第一ということが選挙では一番大事なことだ、当選が可能かどうかも一つの判断基準にしたいと述べ、本人の当選可能性も公認の判断基準になるとの認識を示しました。共産党の田村委員長は記者会見で、今月27日に衆議院選挙の投開票を行うと表明してしまったら、裏金議員を公認しなければその選挙区の候補者をどうするのかという話になるわけで、間に合うわけがない、最初から裏金議員をかばい事件の幕引きを図る衆議院選挙を狙っていたとしか言いようがない、と述べています。裏金議員をめぐって厳しい批判を受ける石破政権ですが、裏金問題といえば過去に問題になった安倍政権時の麻生太郎氏についても見ていきましょう。安倍晋三内閣の閣僚3人の政治資金管理団体が2018年飲食を伴う会合費として1000万円を超える政治資金を支出していたことが分かりました。トップは麻生太郎副総理兼財務省の資金管理団体ソワイ会の2400万円余りで、高級ホテルや料亭、会員制サロンなどに支出、閣僚の資金管理団体の中で突出していたようです。収支報告書によると、ソワイ会は2018年、パーティーや寄付で約2200万円を集め、前年からの繰越額を含めた収入は約2億300万円、会合費は197件記載され、総支出約8200万円の 29% を占めています。休日を含めて1日あたり6万7000円余りを飲食に使っている計算になります。麻生氏の事務所は1日の支払いが多額になっている理由や、高級店で開く理由、実際の利用回数や人数、利用費を尋ねる取材に、政治資金については法令にのっとり報告しているとだけ文書で回答しました。
政治資金に詳しい神戸学院大学の上脇博之教授の話によると、政党支部にお金があるからこそ資金管理団体は余裕ができることを考えれば、資金管理団体からの支出であっても実質的には税金で飲み食いしているのと変わらないといいます。また麻生太郎氏は裏金問題だけではなく政治資金でも問題となりました。2015年に週刊誌が麻生氏が六本木にあるクラブに通い詰めている姿を掲載、その代金を政治資金で支払っていたと報じました。同誌によると、この店は会員制サロンバーボバリー、ママは笹部敏子という女性で写真も掲載されていますが、60歳を超えているとは思えない美貌の持ち主であることがわかります。2013年の政治資金収支報告書を見ると、麻生氏の資金管理団体ソワイ会からボバリーを運営する有限会社オフィス笹部になんと年間計11回798万円が支払われていたそうなのです。国民の血税も含まれた政治資金をこんな羽振りよく使うというだけでもありえませんが、それに加えて麻生氏と笹部氏が愛人関係にあり、麻生氏が政治活動費として笹部氏の六本木の店で年間1000万円以上使っていることもスクープされています。この時麻生氏は昔の付き合いで今は何もないと弁明したが、これは真っ赤な嘘だったようです。麻生派の裏金疑惑が拡大していますが、麻生派に所属していた閣僚経験者も後になって違法だったと言われても困ると麻生派が裏金作りをしていた事実を認め始めているようです。なんと麻生太郎氏の政界引退説まで浮上しています。麻生派の裏金疑惑について、麻生派に所属していた薗浦健太郎元衆院議員の秘書が東京地検の調べに対し、麻生派の政治資金パーティーの収入から分配された380万円を裏金にしていた事実を認める供述しました。前述の通り、麻生派は2017年まで安倍派と同じようにパーティーを利用して裏金を作っていた可能性がある。麻生派は裏金とは無関係だと主張しますが、唯一派閥を存続させてきただけに追及されるのは必至であるようです。派閥領袖の麻生氏は今のところだんまりですが、事態の急展開に焦っているのは間違いなく、派閥の裏金疑惑は麻生派の解散と麻生氏失墜の引き金になってもおかしくないため、世間では10月に引退することも考えられるのではと言われています。そうした中、麻生氏の取った手のひら返しともいえる言動に注目が集まっています。石破首相と距離を置き、9月27日の総裁選では挨拶のために登壇した石破首相を無視、30日に開催された総務会では党最高顧問に指名されながら集合写真撮影を拒否して退出していると溝は深そうでしたが、世論調査の結果などに危機感を持ったのか、3日の麻生派会合で衆院選に向けて結束して戦い党の議席を守っていこうと呼びかける場面があったと報じられています。さらに、いろいろなことがあったが新総裁が決まったからには党は日本のために力を発揮していかねばならないと支援を捨てる考えを示しました。新政権発足のご祝儀支持率の勢いで選挙戦に入りたかったものの、目算が狂った麻生氏がさすがにこの状況はまずいと思い、途端に手のひら返しをしたのではないかと言われています。裏金や政治資金の問題についての説明責任から逃れられなくなってきた麻生氏が引退をも覚悟してやけくそともいえる手のひら返しをしたのかもしれませんね。いかがでしたでしょうか。今回は石破政権変わった今、改めて注目される裏金政治資金問題についてご紹介しました。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。